絆ネット学校連絡網の使い方についてご説明します。まずは登録者様側の登録方法についてです。一つはアプリによる登録です。まずスマートフォンより絆ネットのアプリをダウンロードしてください。 iOS 版、Android OS 版、どちらのアプリも公開しています。ダウンロードが完了したらアプリを開き、利用規約、プライバシーポリシーをお読みいただき、同意するをタップ。アプリを始めるをタップし、チュートリアルに沿って登録をお願いします。お子様が通われている学校から配布される登録のご案内に記載の登録用バーコードを読み取るか、アドレスを入力し、登録者様のお名前、お子様の氏名や学年を登録して完了です。アプリ以外にも、E メールでの登録も可能です。日頃お使いになられている電子メールにて、学校ごとに決められた登録用アドレスに空メールを送信します。送信するとご案内メールが届きますので、画面に沿って必要事項を入力していきます。登録者様のお名前、お子様の氏名を学年ごとに入力し、入力情報に間違いがないかを確認したら登録完了です。